寂しいって言ってくれるようになったね、まちゃん。バイバイ。バイバイ。バイバイ。行くよ。よし。バイ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 。ね。バイバイ。ええ。何も知らない。はい、行こう。はい、行きましょう。バイバイだよ。バイバイ、バイバイ。よし。頑張ろう。よいしょ。はい。よかったね。元気だね、おっちゃん。おかえりなさい。疲れた。ダチさ。うん。よかったね。ダチ。何？ダチ。ダチ？ブブ。ブブ何？ブブ乗ったの？うん。早くこれ。ね。ジジネネ。いないよ。何っていう言葉を使ったの？ジジネネ。うん、ジジいないの。じいじまだお仕事よ。パパ。うん。あ、あれ鍵かけてない。あ、私ちょっと佐藤さんとこ行ってきていいか。ちょっと用事が。おちゃんラブふりかけだよ。まだまだまだ。待って待って。うん、なんともないね。うん。うん。おいしい。おいしい。おいしいって言ってくれるようになったね、わちゃん。嬉しいな。パパ。パパ。うん。よ。イカサラ。何か面白い。うん。あっち、あっちくないでしょ？あっち？あっちって言ったの？あっち。おいしいって言ったの？あっち。あっちって言った？あっち。もうあっちくないでしょ？あっち、あっち。5から6に合わせて4から2.5なのかな。これ8、4だと 2.5 に下がってるね。それがお医者さんの指導書で、結局卵黄を先に食べた、うん、8分の3個って何？どのぐらいちっちゃいの？いやでも8分割して、うん、あ、卵黄1つを8分割したと。半分ぐらい、半分ぐらい食べた。それでなんともないの？うん。信じられない。強くなったってことかしたら、その前、でもだってこれ
つい今日調べてそんな数字出てんのか。その数字出てても、まあ、体に現れない人もいる。でも小麦は酸化なんかだったんだよ。一番高い人だって卵白と卵。卵白の方がやっぱり苦手な人もいる。パパもそうだったもん。卵白がひどかった。ジンマシンは出たんだやっぱり。最後お昼寝したらね、やっぱり体温上がっちゃって。うん、皮膚からジンマシン出てっていっぱい出たの？いや、ポツポツだけ。うん、卵黄をまず8分の1で8分の2食べて、うん、あれ全然反応しないですねっつって、うん、まあ黄身はそうですねってなって、で卵白 0.2、0.3、0.5、1、2、4グラムまでいったのね。それで泣いたのやっぱり。うん、泣いてる間にもう汗かいちゃって、それで多分回って、うん、もう咳が熱くて熱くてごほごほごほごして、うん、もういらない、腹っぽ、あり、うん、おかわり、うん、おだよ、おかわり、うん、き、おか、おかわり、だし。不思議なアレルギーだね、おちゃん。うん、なんか拍子抜けしたね。嬉しい拍子抜けだけど、なんか張り詰めてたものがなんかストーンとどっか行っちゃったね。丈夫になったってこと？1年のうち、うん、抵抗力ができて免疫力が高まったんだったら、今日やったやつも3とか4とかになってるはずでしょ。ということは数値も当てならないっていうことなのかな。やっぱり分からんね、アレルギーは難しいね。本人だけ全然知らないね。食欲もあるし、よかったよかった。はぁ、あ、特に薬寝れるな。うん。